伝説が。その悪魔と出会ったのは昭和33年のことである。その気だるい雨の夜、自らの命を懸けた麻雀に挑む男、その名を南門。しかしその回らない気迫は彼を刻々と逃れられない破滅に押しやりつつあった。その流れに翻弄される南門、彼はひたすら今を変える何かの登場を待っていた。そこに偶然現れた不思議な雰囲気の少年、それは場違いな侵入者だった。しかし南郷は彼から何かを感じ取り、藁にもすがるつもりでその少年をかばう。南郷には何でもよかった。彼の目の前の淀みに何か変化をもたらしてくれるのならば。そして再開された勝負で南郷にチャンスが到来する。しかし彼の気持ちは迷い続け、攻めあぐねる。その時突然に真の光明が南郷を貫く。その正体は少年の一人。彼は単純で些細な事実を突きつける。それは勝利から目をそらしていた南郷の弱さだった。その指摘により南郷は奇跡の復活を遂げる。それは南郷の命が流れたことの証であった。勝負に勝つための何かに気づいた南郷、自分の命を少年の機運にかける。それが何を意味するのかに気づかず、赤木茂、後に裏の麻雀界を震撼せしめる伝説は、この雨の夜から始まったのである。
ーチ。ポン。ポン。ポン。チー。論。リーチ。
ポン。リーチ。ズモ。リーチ。ポン。
コン。残念だが、ここで勝負あり